南心何進むは、中国語官末期の武将、政治家。字は、水田家。慶州南洋軍宛県の人。イボ妹は、霊帝の皇后。父は何進。次弟は何苗。この名は、不詳。孫は、カーン。もともと、何氏の家系は、羊の土殺業であったとされる。道軍出身の官官、各マサルの後押しがあって、イボ妹が、 九中に入り霊帝の基人となったため、何進むは取り立てられ、老中となり、古本中老将を経て、永戦大使に転じた。甲和三年に、総皇后が敗されイボ妹が皇后に立てられると、中央に戻り、自中となり、小作大匠、み、家南院となった。中平元年、太平道の長閣による黄巾の乱が勃発すると、何進むは、大将軍となり、 この野兵を率いて、首都の落葉を守備し、兵器を修繕し軍備を整えたり、密偵の場も豊臣を捉える功績を挙げ、信仰に封じられた。また候補高し、主春、路職、東卓らの働きにより、黄巾の乱も陣圧された。しかし、陣定後も各地で乱が続いた。中平5年、霊帝による軍政改革が行われた。西園三軍を設置した上で、 霊帝自身が無常将軍と称し、さらに上軍行為に長愛する官官の足なえ、広氏を据えて、司令行為以下を総領する権限を与えた。この総領の対象には、対将軍である何進む自身も含まれていた。霊帝の後継をめぐり、劉弁、劉教が争うことになると、それぞれを支持する皇后男子と霊帝の母、当主の間で、激しい対立があった。 足内博氏が、東シュゲと組流教を支持したが、中軍行為の炎症は何進むと、積極的に結びついて、足内博氏らに対抗した。中平6年4月、足内博氏は霊帝から、流教を後継とするよう、意匠を与えられたという。足内博氏は霊帝が崩御した後、東シュゲと組んで南進の中札を企てたが、芝の範囲が南進と親しく、 計画を密告したため失敗した。5月に、劉弁が即位すると、十上寺の長忠をはじめとする観官の主流派は、足苗、広史を見捨て、何進むに組みした。その結果、ついに足苗、広史並びに、党氏一党は排除され、6月には、東大号も下官に戻され死去した。朝廷の即位後も、それまで長屋に鬱積していた不満が爆発し、特に観官が、 世論の批判を浴びるようになった。そのため何進むは、足内広氏に殺されかけた怒りもあったため官岸の排除に乗り出し、炎症ら幕僚たちを集めて積極的に図ったが、南大号や次弟が官岸を擁護したため、何死同士で対立が生じる構図になった。また、外籍である南氏との連携によって事態を乗り越えようと図っていた官岸にとっても、 想定外の事態であり、中条寺の長譲るが南信を説得しようとしている。何進むが争いに及び腰になると、炎章は、地方の諸将を都に呼び寄せ、大合らに圧力をかけることを提案した。しかし、これに職、路食、賃林、曹操らが反対した。再三の炎章による、最速の結果、何進むはこれを入れ、王ただし、は方針、徴用、徴量、 早々に、兵士や兵糧を集めさせるとともに、低減や東卓といった地方の将軍を呼び寄せた。また炎章が、大将軍の命であると偽って、各地に指令を出したこともあった。このように情勢が緊迫していたため、炎章は何進むに対して宮中に軽々しく、入るべきではないと忠告していた。しかし8月、何進むは、無警戒に宮中に散大したところを、 関岸の段系、室嵐が率いた兵によって取り囲まれ、蝶譲るに罵倒されながら、吉典殿の前で殺害された。蝶譲るらは何進を殺害すると御事と則を偽造し、関岸らに親族していた娼婦のもと、相と大尉の伴侶を利用し、との兵を握ろうとした。この時命令を疑った庄書に対し、何進の首を見せて示したという。しかし、 何進ムが普段から部下に対して、親しく接していたため、激怒した難心の部下たちの反抗に遭うことになった。演術は兵を挙げ、何進ムのか部であった、ごただしらと共に宮中に突入し、南大王の身柄を確保したが、朝廷と陳竜王の身柄を観案に奪われた。また、演唱もおじの宴会並びに路職と共に、巨匠らをおびき出して切り、何々と協力して、 超正を捉え切った。こうして、宮中から宦官,官とそれに味方する勢力は一掃された。朝廷と陳竜王の身柄を奪って逃走した、宦官の残党らも、変を尻組を率いて上落してきた東卓から自殺に追い込まれたという。朝廷と陳竜王は東卓に保護され、都に戻ることができた。しかしこの混乱の中で、何々も五正により殺害されてしまい、 何しは大きく、勢力を弱めることになった。ありがとうございます。